ていただきましてありがとうございます。旅する生き物男子バオシンです。この動画面白いと思っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。さて、青春18切符だけで鉄道旅行袋第2章の始まりです。現在地は兵庫県の姫路市姫路駅になります。これから乗り継ぎをしまして新快速がこの先2本あります。往路で使いました新快速、姫路から米原までと大垣から豊橋までの新快速、なんとか2本乗ればかなりの時間短縮が可能になると思いますので、そこにかけてみたいなと思いますので最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。新快速の大見市を追記、この途中に米原駅になっているそうなので、この新快速に乗りたいと思います。早速運河巡ってきましたね。これで一気に3時頃には米原に着いてます。After leaving Sanmamiya, we will be stopping at Ashiya Tamagasaki.
しました。前原駅に到着です。しかし京都と神戸線の方で遅れがあったようで、15時に大垣行きの電車から出発してしまいますから、大至急乗り換えないといけないです。急ぎます。
定期停車になって辛い時間を取られるものと思われます。それで浜松で移動します。熱海行きの電車を乗り換えます。今回の動画いかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。もし面白いと思っていただけたら高評価、グッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントもいただけると嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。いよいよ青春18切符のみで16時間鉄道旅行、次回最終回です。